皆さん、こんにちは。ソリーチャのリミです。今回は、巨大なサーモン寿司ですね。わあ。わあ。え、あの、スシローみたいなお寿司、でっかいの作るの？そうだよ。その、サーモンを切らないで、それが一貫のネタです。見せてください。その、この前コストコでね、買ってきたやつ、これをもうこのまま切らないでドンと上に乗せる。そのそれに合うように、あのご飯をね、りみちゃんにちょっと作ってもらいます。はい、はい、で一応ね、手でちょっと最初はまだおしょもじでもいいんだけど、だんだん手じゃないとダメになるかなと思って、一応手袋も用意してるんで。じゃあもう手袋つけちゃおう。ね、手袋先につけちゃおうか。じゃあこう、わかる？お寿司のシャリを思い出して。うんうん、いいよ。どんどん作る。じゃん。真ん中に作った方がいい。うん、そうだね。こんぐらい。え、もっともっともっとでっかくするの？こんぐらいの形でしょ？あ、そうそう、形はそんな感じ。食べていいかな。まだまだ。もうちょっとここにはつけた。もうこれでご飯はないから。どうぞ。これ全部。だって4合だよ。普段4合も食べないでしょ。食べない。できた。できた？うん。OK。物質デブカツ。見てみましょう。あ、いいんじゃない？結構いい感じにできたね。ここに卵ブシャー。卵ブシャーする？でも中にさ、なんか隠し味で入れてる人もいるみたいだよ。でもうちはちょっとやめとこうか。はい、じゃあね、サーモン乗せてみましょうか、りみちゃん。豪快に開けて、豪快にドンってする。うん、豪快に開けて、ドンって乗せていきましょう。とりあえず、ちょっともう、乗せるしかないので、あとは。簡単です。簡単です。アイスちゃん。頑張れ。え、骨入ってるよ、これ。大丈夫、大丈夫。おー、いいじゃん。めっちゃかわいい。やばいね。やばいやばい、めっちゃかわいい。すごい、できた。やった。りみちゃん、持ってみようか。重い。持てる？重いね。おー、すごいですね。おいしそう。でかい。いいじゃん。これどうやって食べるの？丸かじりリンクするあーってはい、ということで今からね、リミが作ったこの大きな巨大サーモンをね、私が切りたいと思います。はい、はい、もう切っちゃいます。いいですか？さすがにやっぱこのままじゃ食べれないのでね。そうですね、食べましょう。すごい。じゃあね、ちょっと取り分けましょう。はい。はい、じゃあ切りました。こんな感じでーす。めっちゃすごいね。もうめちゃめちゃ分厚いみたいな。めっちゃ大きいです。分厚い感じ。ね。美味しそうだね。めっちゃ美味しい。はい、今日はもうこんな感じでね、豪快に食べていきたいと思います。はい。はい。はい。やばい、初めて食べるから。うん。うん、ご飯ね、ちょっとね、
多い。多いかもね。うん。まあ食べれなかったら別に明日でも大丈夫だからね。すごいですね、リミちゃんは。わさびの準備も。そんな入れんの？大丈夫？すごいでね。うん。なんでなんで？辛そう。ありがとう。父ちゃんもわさびの準備。かけるの？ツンツンして食べるの？うん。私かけようと思ってた。切らないとツンツンできない。はい、じゃあリミちゃん食べますか？うん。リミ食べれば切らない。切ろう。切るの。ここから切った。ここか？うん。あ、そっか、左切るか。きりこれご飯取れないから、うんね、うん、だけスプーンじゃないとね、うん、どうですか、うん、うん、美味しい。ジュンをつけようかな。父ちゃんはかぶりつくんですか。いいですか。いいです。はい。切って食べますか。食べます。はい。うん、いただきます。おお。うん、美味しい。うん、うん、え、初めてね、巨大サーモン寿司企画をしてみましたけど、はい、まあただ作って食べてるだけなんだけどね。大食いとかそういうわけでもなく、ASMR っていうわけでもなく、ただ食べるという、はい、ゆるい感じの動画でございます。はい、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 ということで今回はね、巨大サーモン寿司を作って食べてみました。はい、ということでね、今からね食べたいと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。バイバイ。食べるじゃん。うん、食べよう。